Okay, I'm live with Fart 5 and hopefully develop a strategy. Had this set. 俺たちは再び塔を登り。Yes, we've seen this scene so many times. I'm fully prepared and have some actually healing things to do. Doggles. No, stay put. That's all, stay put. This time I got out of it. Oh no, I froze. Come on.We can do this all day, Yu-Gi-Oh! We can do this all day. There we go, that's what I was looking for.
本当に。終わり。That's how it's done. Now that I know I can use the light element to heal, I don't need potions as much. Okay, skip the scene because I already seen it. Main thing is to get to the administrator and not the game. Hopefully the game does not crash. Okay. Skip the scene. Let's skip the next scene, please. Please, let me skip the next scene. Yep, skip this. Come on. On to fight number 3 against Chirokin. Run.
Do a little damage every time. Ow. Nope. We're taking us out to healing. Nope. But I'm not taking any damage for doing that. Sorry, Yuji, you had to be the one to make damage.
Ow! That burns, that burns! I'm healing more than like...
There we go. Fight number two is done. I already seen this scene, upcoming scene. Yeah, we've seen this already. There we go. If this misses, I'll be pissed. It is. Good.
どんな敵だろうと、お前に言う。お前とならば How good? They're level 20. Now it comes to the moment of survival. Oh, okay. Ready this time. つまらない悪あがきを。Yeah, I've seen this movie in the very beginning. 違う。There we go. Now we're here. 世界を、そこに生きる人々を愛さない者に、支配者たる資格はない。愛は支配なり。私はすべてを愛する、すべてを支配する。Bring it on, Quinella. Bring it on. ジェネレートルミナセル。行くぞ。行くぞ。小賢しい。ディスチャージ。There we go.What are you gonna do now? Oh, you can do that.
とエアリアルエレメント。終わりにしましょう。So sorry, so far. I'm trying to focus here. This should finish it off. Yes!
Seize the system. Chapter 1's done. Let's go. よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。アリス、カーディナル。お見事でした。俺たち、本当に倒したんだよな。うむ。They all lived. ユージは大丈夫なのか？キリト、僕は大丈夫だよ。よかった。そうだ、カーディナル。俺がここに来た理由があって。落ち着くのじゃキリト。あれ、見てみ、お主らが守った世界じゃ。Yep, this is where the from anime canon to canon kicks in. 世界。キリト、もしかして泣いているのかい？泣いてなんかないよ。大体誰のせいだと思ってるんだ。俺、もしお前が死んだり。剣になったまま戻れなかったらって。Yeah, that. 二度と一人で行こうとなんてするな。大丈夫だよ、キリト。それに、君が僕と一緒に戦ってくれた。だからアドミニストレーターを倒すことができたんだ。当たり前だろ。いつだって俺とお前一緒に冒険してきたじゃないか。これまでも。これからも変わらない。うん、そうだね。こうしていると、毎晩一人で見上げた夜空の星を思い出すよ。ここから見る夜空も変わらないんだね。ええ、とても美しい光景です。世界は僕が思っている以上に小さくて、たとえ離れていても。ああ。どんな時でも見上げれば夜空はそこにあって、僕を優しく見守り、なんだかキリトの剣の輝きにもよく似てる気がするな。そうだ、キリトの黒い剣、ただの剣って名前がいいな。どうだい、キリトとその剣ならできると思うんだ。この小さな世界を夜空のように優しく包むことが。夜空の剣。ああ、いい名前だ。ありがとう、ユージオ。どうやらユージオには命名の才能があるようですね。キリトと違って。おい、なんで最初から俺に命名の才能がないって決めつけてかかってくるんだよ。ねえ、君たちはずっと。この夜空みたいに僕のそばにいてくれたんだね。たとえ記憶を思い出せなくても、僕の魂には確かにアリスとキリト、僕は火なんかじゃなかったんだ。ああ、思い出が消え去ることはないんだ。アリスの記憶と一つになった時にも感じた。アリスもずっと僕を見守ってくれていたってね。ええ、彼女、いえ、もう一人の私はきっとあなたたちを待っていたのです。アリス、不思議ですね。記憶はないはずなのに、こうしているとどこか懐かしい気がします。ああ、俺もだよ。あの星、なんだろう、名前が思い出せないな。一番強く光ってるんだけど。ね、どれだよ。あれではないですか。あれとかあの星じゃわかん。俺たちはアドミニストレーターを倒し、世界を守った。
ただ、最終負荷実験を控えている以上、これから先に何が待ち受けているかわからない。それでも、人によって作られたこの世界は、確実に変わっていくだろう。人々の魂が悩み、迷いながらも。That means chapter one's done? That means several things. Dual-bit wielding is unlocked. Yes! But as for multiplayer, I'm not too sure. キリト、いつまでほうけておるつもりじゃ。お主にはまだやるべきことがあるじゃろ。やるべきこと。ん？こっちじゃ。ついてこい。システム。It looks like a still matter. 一体これは？これは外の世界とつながるための道具だ。外の世界。アドミニストレーター、君のことを向こう側の人間だと言っていた。教えてくれ、キリト。Oh, so、君は一体何者なんだ。俺はアドミニストレーターの言う通り、この世界の人間じゃない。この世界の外側にある別の世界、リアルワールドという場所からやってきたんだ。それじゃあ記憶がないってのは。ごめん、嘘だ。でもどうして自分がこの世界に連れてこられたのか、それについては俺もわからないんだ。だからリアルワールドとつながるこの道具、システムコンソールを目指してここまでやってきた。ユージを、今まで黙っていてごめん。いいよ、許す。ユージを。君がどこから来たかなんて僕には関係ないんだ。キリトがいなければ、僕はルーリットの村を出ることもなく、アリスを助けるためにここまで来ることもできなかった。ありがとう、キリト。こちらこそありがとう、ユージオ。お前がいなかったら俺もここまで来られなかった。話は済んだかな。問題はまだまだ残っている。来たるべき暗黒界との戦争、そして聖豪騎士たちの奪われた記憶。ええ、そうですね。じゃがまずはキリト、お主の問題が先じゃ。エクスターナルオブザーバーコール。菊岡さん、聞こえるか？キリト君、キリト君なのか？久しぶりだな、菊岡さん。なんてことだ、記憶がロックされていないのか？俺はこの瞬間を待っていた。あんたとは話さなければいけないことがたくさんある。菊岡さん、あんたのしたことは。キリト、これキリト。 What was that? カーディナル様、一体何が。わからん。肉体への傷はおろか、天命の現象も一切ないようじゃ。キリト君、返事をしてくれ。お主、キリトに何をしたのじゃ。君は。わしはキリトの友人じゃ。お主がキリトに何かしたのではないのか。いや、こちらからは何も。そうか。キリトはお主と話している最中、いきなり倒れたのじゃ。あ、oh, no. キリト君は無事なのか。生きてはおるが、呼びかけに答えん。地球、
原因をこちらで調べてみる。あなたがキリト君の友人だというのなら、キリト君の体を安全な場所で保護してほしい。無論じゃ。それでは一度切らせてもらう。話は聞いておったな。At least I won't be in a wheelchair, maybe? キリトの体を安全な場所に移す。I swear every arm. それからどうするんです。Gonna be all over again. キリトが倒れる直前、何らかの神聖術が行使されたのを感じた。もしかしたら、アドミニストレーターがシステムコンソールに罠を仕掛けていたのかもしれん。まずは、キリトに何が起きたのかを調べるところからじゃ。ユージよ、手を貸してくれんか。はい。私も付き添います。いや、アリスには他にしてもらうことがある。何でしょうか。氷教会の混乱した状況をこのままにしておくわけにはいかん。チュデルキンとアドミニストレーターの死、そして奴が進めていた計画、それらを整合騎士に伝えた上で組織を再建する必要がある。わしが最高司祭という立場を使って事実を伝えることも可能じゃが、それでは半ば無理やりに理解させるようなものじゃ。仲間である聖剣騎士の口から事実を伝え、個人に判断を任せるべきだとわしは考えている。You do have one of them. 無論、全てを伝えることだけが正しいというわけではない。時には伝えないことで相手を救う場合もある。誰に何を伝え、誰に何を隠すのかは、アリス、お主に任せる。わかりました。まずはおじさま。ベルクーリ閣下のところへ行こうと思います。騎士長か。はい、あの方ならきっと正しい判断をしてくれるはずです。わかった、頼んだぞアリス。 From what she gets, he starts believing and everyone else falls in. その後、おじさまを目覚めさせ、集合した他の聖剛騎士たちにも。聖剛騎士様。何事ですか。今は騎士だけが参加を許される重要な会議の最中なのです。申し訳ありません。ですが非常事態でして。構わねえよ。 Now what? 言ってみろ。それが空から人が。 Is it who I think it is? 空から。本当なのです。上空からセントラルカセドラルの1階へ何者かが突如舞い降りてきたのです。そいつはなんて。キリトという名前を口にし、そのものを探しに来たと。Oh yeah, I know who it is. キリト、おじさま。ああ、何せよ油断するなよ。わかりました。それでは。And you don't need Underworld to hit. You don't need a war to hit. Bring them in. Yep, there she is. There she is. あなた。キリトを探していると聞きました。ええ、そうよ。何者ですか。ここはセントラルカセドラルの敷地内です。許可なく侵入することは許されません。私の名前はアスナ。あなたの敵ではないわ。それは私が判断することです。あなたは空から舞い降りたと。一体どこから来たのですか。ああ、驚かせてごめんなさい。本当は直接キリト君のところに行きたかったんだけど、あなたがキリト君の居場所を知っているのならお願い、彼に会わせて。キリトは今他人に会えるような状態ではありません。それは知っているわ。あと、私はキリト君にとっての他人じゃありません。少なくともあなたよりは親しい間柄よ。
それを信じろと。ええ。Oh, no. 信じてもらうしかないわ。それでもダメなら。力ずくですか。キリトに会うには複数の聖豪騎士を倒し、このセントラルカセドラルの島内へ進む必要があります。あなた一人でそれを試みるのは無謀だと思いますが、たとえ無謀だとしてもやるわ。キリト君を救うためなら私は何だってする。そのためにこの世界へ来たんだから。この世界へ。Oh, and then she realizes you're like him from the other world. まさかあなた、キリトと同じリアルワールド人ですか？リアルワールド？あな、なぜそのことについて知っているの？倒れる直前、キリトに聞きました。それなら話が早いわ。私を今すぐキリト君のところへ連れて行って。彼が陥ってが分かったの。彼を回復させ。わかりました。キリトの元へ案内します。ありがとう。Oh, okay. ところで、あなたの名前は？私はアリス。アリスシンセシスサーティ。アリス。どうかしましたか？いえ、なんでもないわ。She knows something. Now this is where the game diverges into game. The game universe.ここです。アリス。キリトの様子は？ダメだ。倒れた時と変わらないよ。そちらは？彼女はキリトと同じリアルワールドから来たそうです。彼を回復させることができるかもしれないと。キリト君、ようやく会えた。大丈夫。私が必ず助けるから、もう少しだけ待ってて。はじめまして、アスナと言います。わしはカーディナルじゃ。ユージオです。アスナとやら、キリトの状態について詳しく聞かせてくれ。わしの方でもいろいろと調べてみたんじゃが、キリト君が倒れた理由はフラクトライト。魂へ何らかの攻撃を受け、それによって魂の中心にあるセルフイメージと呼ばれるものが喪失してしまった。セルフイメージ。セルフイメージとは一体何ですか？それは意思決定を行う場所で、主体だとも言い換えることができます。主体や自我。ええ、少し難しいけれど、自分がどんな人間であるかという自己認識のことも指すわ。そこが喪失してしまったことで、キリト君は自閉状態に陥ってしまったそうなんです。なるほど。主体、自我、自分がどういう人間であるか、私という人間は一体何なのだろう。つまり、わしらからの接触や呼びかけに対して自らの意思で反応することができないということか。 Well, something caused it. そのようです。ふむ、アドミニスターは魂に対する様々な実験をしていた。中には人格を喪失してしまう被験者もいたからな。その実験結果を利用し罠を作ったのかもしれん。しかし、そのような状態のキリトをどうやって回復させるのですか？私たちはキリト君が倒れてから彼の状態をリアルワールドから調べ続けていたの。その中で何度かキリト君の魂が活動する瞬間を確認できたわ。私たちはどんな時に魂が活性化するのかを調べて、アリスさんとユージオ君。僕たちが一体どういうことですか？二人がキリト君に触れた瞬間、彼の喪失したセルフイメージが回復したの。なぜそのような現象が起こったのじゃ？接触によって
アリスさんとユージオ君の魂がキリト君と一時的につながったようです。それが起きた理由は、おそらく二人がキリト君に関する記憶を持っているからだと推測しました。キリトの記憶？ええ、二人の持つキリト君のイメージ、つまりキリト君はこういう人間だという記憶やイメージが、キリト君の失ったセルフイメージを補完して、魂が活性化したみたい。他者の中にあるキリトの情報がキリト自身を再び形成しようとしているということじゃな。それじゃキリトに触れ続ければ？それは難しいみたいなの。セルフイメージを回復させるにはキリト君に関する記憶がもっとたくさん必要なの。アリスとユージオが知るキリトがキリトの全てではないということじゃな。はい、完全に回復させるにはより多くのキリト君と親しい彼をよく知る人物が必要です。 Yep, they're bringing more people in. しかしキリトはこの世界の住人ではありません。関わった人物も。ええ、だから外から呼ぶことにしたの。リアルワールドから彼の友人たちがこの世界へやってくる。That's one more thing you should not mention. 彼女たちがキリト君に触れることで彼はきっと目覚める。彼女だった。よかった。リアルワールドからの来訪者たちをこの場所へ導く必要があるよ。おそらく彼女たちは私が出現したのと同じ場所に現れるはずです。まさか。いや、このものならば。 He would what? どうかした？いえ、別に。それでは参りましょう。僕も行くよ。わしはここでキリトを見守る。And next, you know, everyone else. The rest of the cast come in. あ、見て！来た！あの者たちが。Animated? Yep, Celica, Liz.Oh, yeah, it is animated. Shirika-chan, Liz! Yokatta, kite kureta nda ne. Attarimae desho. Kikuoka-san kara rennaku o itadaite, isoide kimashita. Leafa to Shinon wa mada mitai ne. Futari wa Ocean Turtle kara logu in saseru tte Kikuoka-san ga itte ita kara, sukoshi kureru to omou. Douji ni logu in wo saseru tame ni, Roppongi shibu ja nakute.オーシャンタートルに向かわせたってことですね。ロポンギ新鮮かな。ごめんなさい。アスナ、もしかしてこの人たちが。アスナさん、この声。遅くなりました。お待たせ。アスナ、リーファちゃん、シロノ。Not in there. それでキリトはどんな。Solus and Terraria outfits. キリトは今安全な場所で保護しています。みんな聞いて。二人はキリト君のアンダーワールドの友人で、彼女たちもキリト君の回復に必要なの。友情です。アリスシンセシスサーティです。キリトのところへ案内します。ついてきてください。 Welcome to Underworld. お兄ちゃん大丈夫よ。リーファ、すぐに目を覚ますわ。違うんです、シノンさん、危険な状態のお兄ちゃんを見るなんて。私すっごく怖かったんです。Remind me, how did he get here in the first place? けど、yeah, I thought so. いざこうしてみると、なんだか不安が薄れてきちゃったというか。まあ、気持ちはわかるわ。意識がないというより、普段通りのキリトよね。
まあ確かにいつもよく寝てるけど。どうかしましたか？いや、外の世界のキリトもこの世界で僕が出会ったキリトも変わらないんだと思ってさ。Hang on a second. No, no, don't want to do that. Window off. Screenshot? That's gonna be an image remover. And... こっちでもキリトは寝てばっかりだったよ。そういえば、カセドラルの壁にある狭い足場でさえ、キリトは眠りそうになっています。キリト君はどんな場所でもキリト君なんだね。まったく危機感がないの、アスナよ。キリトを回復させるにはどうすればいいのじゃ。全力でキリト君に触れます。それだけ？そして強く念じる。そうすれば私たちの記憶が流れ込んでキリト君は目覚めるはず。チームリバイバルのワンパーソン、早速始めるんじゃ。あれ、カーディナルさんも手を出してください。わしは役に立てるとは思う。キリトと過ごしたのはわずかな間だけじゃからな。ここに過ごした時間なら私だって長くはありません。Well, technically he had longer, but... あなたはキリトと僕をここまで導いてくれた。つまりカーディナルさんはキリトにとって大切な人だ。仕方あるまい。さあキリト、いつまで寝ているつもり。Is it morning already? どうしてなんだ？なんで？目を…人数が足りないと…アスナ、キリトと親しい人間をもっと呼んでは来られないのですか？それは STL。この世界に入るための道具の数には限りがあるの。六本木にある2台は私とリズさんが使っています。オーシャンタートルには4、お兄ちゃんとアスナさん、私とシノンさんで全部使っちゃってるし。どうするの？あ、キリト君の回復が終わったタイミングで比嘉さんが私に連絡してくるって。連絡ってどうやって？ STL を介して直接通信できるそうよ。何にせよ待つ。何もしてあげられないってのは。That can't be good. 何？何やらセントラルカセドラルのアドミニストレーターの死が修道士たちにとかもしれん。それはありえません。最高司祭様の死は聖号騎士以外には伏せると。おそらく暗黒界との戦いに備えたこの絵軍の再編、聖号騎士やこの絵兵たちが動き始めたのかもしれません。みんな聞いて、比嘉さんからの通信が来たから伝える。やっぱりキリト君の回復人数が足りないって。そして必要なのはアンダーワールドでキリト君と関わった人らしいわ。なぜアンダーワールド人が必要な。比嘉さん、アンダーワールド人が必要な理由は。はい、確かに。わかりました。キリト君の人格はアンダーワールドの経験によって以前よりも変化、成長しているそうなの。 So in other words, I'm gonna list them all. Selka, Gasfoot, the guy who created the sword, Lina, Tisei, Ronye、Nadina、 and the other integrity knights. I can't remember for the life of me. Underworld のキリト君をよく知る人物の記憶が必要みたい。アリスさん、ユージオ君、誰か思いつかない？聖号騎士、キリトと戦ったものであれば、あるいは、yeah. 僕が思いつくのはロニエとティーゼ、それからソルティリーナ先輩かな。ユージ、yep.すぐに呼んできましょう。うん。待って、比嘉さんが何かを見つけたと。え、
はい。誰かがキリト君の魂につながろうとしている。直接触れているわけではないから、あくまでも接続を求めているだけらしいけど、正体がわからないから比嘉さんは接続か迷っ。一体何者でしょうか。Subadvisor? 場所はこの一番上。一番上？最上階？でも、にはもう誰も。コマ表はも最上階の上というより天井。アスナさん、その人キリトの魂に繋いでもらって。信頼できる相手なの。その人の名前はアリス・ツーベルク。あー、I forgot about that。 私ではありません。私から奪われた記憶です。そして僕とキリトの幼なじみだ。彼女以上にキリトを知っている人間はこの世界にいないよ。分かったわ、比嘉さん。その人アリス・ツーベルクさんをキリト君と接続してください。You're gonna know that scene then. I've seen it in the trailers. Now they see animated, right? ここは、yep. どこなんだろう。この場所で俺、キリトという人間はわからない。なら私が教えてあげる。アリス。少なくとも私の知っているキリトはこんなところでおとなしくしている人じゃないわ。君はアリス。久しぶりね、キリト。なぜ君がここに。いつまでもうじうじしているから見かねてきたのよ。みんなの声に答える気はないの？どうすればいいかわからないんだ。みんなキリトのことを待っているわ。本当にそうなのかな。俺がいなかったらアリス、君は連れ去られることもなかった。ユージオに辛い思いをさせることも、もう一人のアリスに苦悩を負わせることも、みんなが求めるキリトは本当に正しい存在なんだろうか。確かにそうかもしれないわね。でもキリトがいたから私は楽しい日々を送れた。友情は強くなれたし、もう一人の私は真実にたどり着いた。あなたのおかげで救われたものもある。正しさなんてどうでもいいの。間違っていても構わない。みんなはただキリトにもう一度会いたいだけ。あなたはどうなの？俺はすべきことじゃなくてしたいことを考えて。そうすればもう一度キリトを取り戻せるはずよ。俺はユージオやアリス、アスナに、みんなに。Bingo.会いたい。そして君にももう一度会いたい。ユージオともう一人のアリスと一緒に。それは難しいかもしれないけど、でもキリトに言われると叶うんじゃないかって気がしてくるわ。
絶対に考えてみせる。ようやくキリトらしくなってきたわね。アリス、必ず君を迎えに行く。だから。うん、待ってるね。じゃあね、キリト。行ってらっしゃい。ああ、行ってくれ。And in the end, Alice is the one who saved him. With everyone else's help, though.大丈夫ですよ、カーディナルさん。キリトはすぐに。違う、セントラルカセドラルの様子じゃ。先ほどおっしゃっていたカセドラルの中が騒がしい。そうじゃ、一体これは。なんだ。 That can't be good。 あれは木なのね。カーディナル様、何が起きてるかわからん以上、ひとまずセントラルカセドラルからアスナ、キリト接続はされました。もうすぐ、もうすぐ目覚める。アスナさん、ここは危険だ。うん、わかった。今から大図書室のと一体いつまで待たせるん。いい加減目覚めなさい、キリト君。お願い、戻ってきて。This would make a great epic escape scene. Mina, Nene, 気をつけてください。どこに伸びてくるかわかりません。There we go. Now let's get the heck out of here. Cardinal, 一体何が？説明は後じゃ。今は走れ。なんとか逃げ切れたね。Back at the library. 外はどうなってるんだろう。The question is, where the heck is everyone else? Are they all in the library? Now this is where the original story kicks in. Well, it's kicked in the moment the administrator was killed. I got a copyright claim for using playing that scene after the defeat. I have a feeling it may do the same thing. But yeah, that's what happened.What the heck? The central cathedral became a tree.
does not look normal at all. わからん。暗黒怪人の攻撃とは思えんし。She used a high class level account, Paladin. Oh, I thought you were gonna go with the Stacia account.But I guess that's later, I guess. Oh well. Then again, our own underworld has to happen. They're alive. よかった。あのまま目覚めないかと思ったよ。あ、心配かけてごめんな。あんたが周囲に心配かけるのは今に始まったことじゃないわ。シノ。とはいえ、回復できて本当によかった。みんながここに来てくれたんだな。わー、オッケー。Well, since...This, that, then that. Kirito-kun. Asuna. 私たちがいること、驚かないんだね。眠っていた時も、Asuna たちの声は。そっか、少し大人っぽくなった。こっちに2年以上もいたから。Asuna、ごめん。謝らないで。またこうしてKirito-kunに会えただけ。うん。ありがとう、アスナ。サラカ？本当に、よっぽど。シリカったら。シリカ、リズ、二人も来てくれたんだな。キリトさんは目覚めないし、突然巨大な木の根が襲ってくるしで。キリトはちゃんと目覚めたんだから、落ち着きなさいよ、シリカ。改めて、おかえり。キリト、お帰りなさい。ああ、ただいま。アリス。キリト。長い睡眠でしたね。ユージオ、アリス。突然倒れたから心配したんだよ。ひょっとしたらもう目覚めないんじゃないかって。私はそこまで悲観していませんでしたよ。あなたは最高を倒した男なのですから。アリスだって。キリトが倒れた時に動揺していたじゃないか。ユージオほどではありません。Wait, what did I miss? I had a bit more faith. Oh, wow. Oh, that's savage. どうしたんだよ、た決まっておろう。お主が目覚めてあんたじゃ。それよりキリト、結果としてリアルワールドの住人と会えたのじゃ。それよりあの木は一体何なんだ。まったく、自分のことよりもこの世界のことが心配とは。それについてはまずわしが調査する必要がある。そうだ、俺は気候家さんと話そうとして。日賀さんとなら話せるよ。今通信がつながっているから。日賀さん、キリト君は無事に目覚めました。どうしたんだ。あの木が現れて慌ただしくなる直前まで通信できていたんだけど。それは変だな。俺が回復したことも確認できるはずだし、そう簡単に通信手段を。キリト君と直接話をするために一時的に私との通信を。通信できないような何かが。いや、考えすぎかな。ちょっと待って、ログアウトはどうすればいいのかしら。外の世界で操作してもらわないと。強制的にログアウトする方法はあるけど。やめた方がいいわね。
それじゃあラスの人がログアウトしてくれるまで待機するしかないってこと。ごめん、私がみんなの名前を岡さんに伝えたから。アスナが謝ることじゃないわ。事態を知っていたら自分から名乗りを上げるでしょうし。そうですよ、ありがとうみんな。ではお主らはもうしばらく。はい、そうなります。まずは整合騎士たちを探しませんか。そうじゃな。しかしその前にキリト、一緒に来てくれんか。もちろん。セントラルカセドラルを覆う木、なるべく危険じゃないです。それならばわしだけで向かう。皆は整合騎士たちを探してくれ。いや、俺も行くよ。キリト、俺を連れて行くことに。ああ、お主ならばおそらく。それじゃあ行こう、カーディナル。やはり、ジャガ、ハリエン。カーディナル様、一体。キリトよ、感じぬか。あの木がまとう、まがまがしく強大な真意を。まさか。何なんです、キリト。アドミニストレート。 Are you kidding? 何を言っているんですか。確かにあの木から感じるんだ、アドミニストレートの意志。恐ろしいまでの生への執着、奴が抱えるその意志があの木に焼き付いておる。しかし最高司祭様は倒したはずです。ああ、そのはずだ。確かにこの手で倒したんだ。じゃが真意が知っている以上、アドミニストレーターはまだこの世にいるという。あやつがどういう状態で、どういう意図のもとに。友情。So, she went from supposed to be a human being into a tree. あったわ。アリスがアド、もう一度。そのため、また最上階に入らない。飛行術を使えば、最上階に直接。アドミニストレートの真意をまとった機関。そうじゃな。あの、お取り込み中っぽいけど、私たち、アンダーワールドの状況について。アドミニストレートというのは、一体。あ、そうか。それもそうだよな。説明ならわしの方が慣れておる。その間、キリトはユージオやアリスと共に。わかった。私たち3人で共に調査へ向かい、しかしユージオが木はギガスシダーと同じものだと気がつき、キリトはそれをカセドラルシダーと名付ける。そしてセントラルカセドラルから修道女たちを避難させ終えたエルドリエと合流。So Eldridge joining the party? Hello? And we are officially into chapter 2. Andrew Gilbert Mills? Oh, I didn't know that. Here you go, my boy. And then there's Klein. You know, I won't be surprised that they will be added in later. I won't be surprised.I know there's new content drops coming in monthly. Not sure though.
Now would be actually a good time for the optimization to kick in right now. And speaking of, ただいま戻りました。おう、エルドリエ。と、ジョーちゃん、無事だったか？はい。おじさまや他の方々もご無事で何よりです。死傷者が出なかったのは奇跡だな。それに、お前ら二人も。どうも。まあ、お互い無事でよかった。Hey, don't be sorry that you lost to me. カセドラルの人たちはあんたが避難させてくれたんだよな。なぜ私が反逆者ごときにねぎらわれなければならんのだ。あエルドリエは随分と不満みてえだが。いえ、そういうわけでは。悪いな。お前らの行動がどれだけ正しくとも、一度は敵対し氷協会の秩序を壊されたのは事実だ。お前らを認めない騎士も多いと思うが。もちろん分かっているさ。その上で正しいと思って行動したんだ。そうですね。話が早くて助かるぜ。まアリスのジョーちゃんと分かり合えたんだ。他の騎士たちにもすぐに認めてもらえるだろう。とはいえ面識のない騎士もいるだろうしな。おいシェーター、レンリー。 Hey, there's the other two. シェータシンセシス12。俺はキリト、よろしく。うん。静かな人なのかな。でも初対面だし、anyway, Kirito, 何か喋った方がいいな。あの武器は何を？この黒百合の剣よ。もしかして切られ？すみませんでした。彼女はカセドラルの元老院で凍結されていた戦国騎士の一人だ。同じ凍結中とはいえ、シェータと他の戦国騎士ではかけられていた術式が少し違っていたらしくてな。シェータだけは何とか目覚めさせることができたが、他の騎士はあの木と一緒に上空へ登っていっちまった。そうか。それでこっちはレンリー。レンリー新設27です。キリトです、よろしく。あれ、なんだかこいつ。少し元気がなさそうだな。こいつもシエタのように凍結されていたんだが、彼女よりも前にチュデルキンが覚醒させたみたいだぜ。お前とユージを迎え撃つために戦国騎士を増やそうとしたんだろう。とはいえ完全に覚醒するのが遅すぎました。目覚めた時には最高司祭様は亡くなられていましたから。About that. いや、悪い。責める気はないんだ。おそらく覚醒が間に合ったとしても。まあ、それぞれ思うことはあるだろうが、今はやめておけ。はい。それで、そっちからの紹介はねえのか？いつの間にか随分と大所帯になっているみたいだが。彼女たちは、俺の友達だよ。アスナと言います。西方騎士をまとめているベルクーリだ。ジョーちゃんと一緒ってことは当然味方ってことだよな。ええ、もちろんです。そいつはよかった。こんな事態だからな、味方は多い方がいい。あと紹介すべき人は。このガキは。ずいぶんと不遜な物言いじゃんの、ベルクーリシンセシスワン。まさかあんたがそうなのか。正しい認識じゃが、わしの立場に関しては。立場とは？ここにいる者以外にはアドミニストレータの死を秘匿しているのじゃろ。ああ、長期の睡眠に入ったと説明している。
ではわしが最高司祭を名乗るべきではないじゃろう。最高位の人物が二人いるというのはあまり…まあ、言われてみりゃそうだな。そこでじゃ、当分はわしのことを最高司祭代理とでも呼ぶといい。はい、That's the same thing, but just the extra word, acting. あんたはそれでいいのか？構わん。わしにあの女ほどの執着心はないのでな。これで、ひとまずの紹介は済んだかな。なら、早速この事態についての議論を始めよう。カセドラルシダ。カセドラルシダってのは、あの木の名前か？ああ、近くまで行ってきたからな。お、なら聞かせてくれ。カセドラルシダについて分かったことを。The administrator is still alive. 破壊が困難となると、Somehow. 一体どのように対応すれば。地道ではあるが、起こる事態に対応しつつ。カセドラルシダーの調査はもちろんだが、まずは混乱する王都の民たちをどうにかしねえとな。飛竜の剣も含めて混乱の極地ですね。飛竜の剣、何かあったのか。ああ、カセドラルシダーが出現して最上階が空へ登っていく中で、飛竜に乗った何者かが南帝国へ飛び立つのが目撃されたんだ。飛竜に乗っていったってことは、聖護騎士の誰かじゃないのか。いや、聖護騎士は全員揃っている。飛竜を奪ったのはカセドラルにいた俺も知らない誰かだ。 Sounds like a scout.聖護騎士だけが乗れる飛竜が奪われるなんて、確かにありえないな。そっちは後回しだ。まずは王都の混乱を抑えよう。手を貸してくれるか。ああ、もちろん。突如現れたカセドラルシダーによって、王都は混乱の渦中にあった。俺たちは聖護騎士と共に対策本部を設立。その後は混乱を鎮めるための対応に追われることとなった。そして王都が以前のような落ち着きを取り戻す頃には、カセドラルシダーの出現から数十日が経過していた。ベルクーリオ、聖護騎士の中からカセドラルシダーの問題に対応する人員を避けるか。そいつは難しいかもな。本来の任務である果ての山脈の警護、それから四帝国の庫内軍を再編、再訓練する必要もある。暗黒界との戦争に備えて。ああ、実戦経験のない庫内兵をそのまま戦争に送り出すわけにはいかねえからな。王都に常駐させる騎士も必要でしょう。今すぐカセドラルシダーの調査に回せるとしたら、ジョーちゃん頼めるか。わかりました、よろしくお願いします。カーディナル。うむ、心強い。カーディナル、俺と勇者にも手伝わせてくれよ。うん、今度こそ彼女を取り戻すにはカセドラルシダーの問題を解決。私たちも力を貸します。ダースからの連絡がない以上ここに留まるしかありませんし、何よりキリト君をまた危ない目に遭わせるわけにはいきませんから。そうか、みんな助かるぞ。これだけの人数がいればひとまずなんとかなりそうだな。騎士長殿。どうした。魔獣が現れました。魔獣が、まったく。騎士たちで対応できないのか。いえ、それが発見された魔獣はこれまで出現した魔獣とは、攻撃を仕掛ける前に状況を騎士長のお耳に入れておくべき。場所はどこじゃ。王都にほど近い南帝国の領。考えたくはないが、状況的にカセドラルシダーとの。それなら早速俺たちで対応するよ。騎士たちは王都の混乱を鎮めるまで動けない。ああ、頼む。キリト、くれぐれも気をつけ。 All right, let's get into this journey with more characters now.俺と勇者は英語騎士になるため鍛錬が金在任としてデントラルカセドラルへと。
そして記憶を失い、整合騎士リスとともに最上月レイラアドミンが自らを剣たった一人で立ち向かおうとしたユージオに俺は必死で手を伸ばす。俺はどうにか親友に届き、激闘の末力を合わせミニストレートをついに打ち倒し、It's a great favorite battle against Hato Hiyo. だがその後、カセドラル氏謎の樹木がトドラル全体を覆い、この上層は天井がされてしまう。またシダーはアドの真意をまとっており、俺たちは存在が未だ絶えていない。そんな状況の最中、南帝国での魔獣目標が舞い込み、情報のあった場所へ向かう。And this is where chapter 2 officially begins. Oh, this scene. Arisu! Kirito, osoi desu. Mo, a to skoshi osokereba oite iku tokoro datta yo. Gomen, gomen. Demo ore wa shitteru ze.ユージオ君もアリス君も俺を置いていったりしないってな。まったく。ほら、早く行きますよ。ああ、待ってくれ。何です？もう一度約束しようぜ。そうだね。やっぱり僕たちはいつだって三人一緒だよ。ああ、またここから始めるんだ。Alice? ほら、アリスも。はい、誓いましょう。よし、それじゃあ改めて、俺たち三人は生まれた時から死ぬ時まで一緒だ。何があっても離れない。約束だよ、キリト、アリス。あ、ええReunited once again. Before I do that, what was this? Tent setup for HQ. What's this?Here those. Oh, I manage all the choice. You may experience and end up having. Oh, this is where the affection system kicks in. Hi, doggo. What do you want, doggo?Hey, character customization, which I'm gonna do off stream. Probably wanna get my friends to actually get to that point. Social points to initiate heart to heart conversations with your partner. Yep, that's. Oh boy, this is where the elements of the old game are kicking in. The older games.As the atmosphere heats up, you can. Okay. This is where majority of our achievements are going to be coming from. By increasing atmosphere heat. Yeah, I will talk about it. I'll do it on my off time. Yes, dual wielding.Let's go.
What are you, a gamer doggo, huh? Hmm? ELEVEN POINTS?! First of all, where is this dual wielding? Here we are. Inferno Raid. Final Revolution. Black Holling Rosa. Got this spike. Say what? Driver Stream. I'm in extra skill connect count. What's this here? Double circular, nightmare rain. I was like, what is this? Oh, this wasn't here. Well, then again, we just turned this city into a camping area, so... yeah! Does this show I'm still dual wielding? Oh, there is a... Let me see if I can find a better weapon to dual wield with. I'm back in the city, I have money now to buy. What doggo? Oh, please stop. Don't do that. Please, stop. My boy! Let's see, right trigger to... Of all the times, okay, fine. Rapier, dagger, whip, katana, claymore. I'm a two-handed sword. I don't need to do all of this, health thing. What do you have here? Wait, I believe there is a guy who also does the blacksmith. Tools vendor. Where he was. Not there. Because I would like a real good weapon right now. Wait, if I remember, it's gonna be down here. Oh, here we are. Oh? And I might as well do a side mission for you. No. Hoi. Arigato. Ask for details?
So I need beast claws, heart slates, and stuff. Okay. Wait, does that mean I can... Fine, the iron tub will do. The dual wielding. Speaking of, can I go off? I can come back! Yay! What do you mean I can't fast travel now? Okay, anyway. Forgetting this, and I'll have to run. Still thinking Genshin Impact controls. Sorry, I was not coming through. Armor. As hopefully it doesn't cost you an arm and a leg. It does cost you an arm and a leg. Oh. So are these! Okay, I guess. The South Turret. There's so many side quests I want to do. But, like I said, I'm gonna be dual wielding. Get that done first, then swords, then bow, and everything else I decide accordingly. But I want to get those three proficiencies done. But dual wielding will be my main form of fighting. Especially if I want to get that specific skill. 6 points, aka Starburst Stream. At least I can just take advantage of the, take advantage of using the sacred arts, which I gotta figure out how to level that one up, other than just keep frequently using it. I
definitely gonna get lights one finished up first. That's gonna be really helpful. Especially when we come to raid bosses. The Southern Empire. Chapter 2. なるほど。それじゃ。それで。了解だ。No, put me in control.Oh, I forgot. Yujiro, my boy, where are you? Oh, there we go. I was like, wait, why am I not?To bring this dual world into action once I find an enemy. Let's see what I can craft. Other than a wooden sword. How about armor? No? Accessories? No? Okay, cooked then. Let's do...Feels like I'm walking in Jurassic Park or something like that. I've not seen a single enemy yet. It's just too quiet. Another campfire. Who's leaving these campfires out of the nowhere? Convenient, but seriously.
魔獣の目撃情報があったのはこの辺りのはずだけど、見当たり、そもそも人里に近い場所で、うん、僕もキリトとの旅に出るまで、基本的に魔獣は聖豪騎士が倒すとはいえ、ここにいない、まあ、そうだな。Well, that doesn't look ominous, alright? Level 18 question mark? これは一体花なのかな？なんだか嫌な感じがする。ああ、もっと近くで調べてみるか。まさかこれは。キリト！ What is it?Good. Kirito, come here! Except I'm dual wielding, not that. Okay, let's see. Activity allies. History attacks.Oh, okay. God, I could do that other thing.
間神聖力を吸収してる。この花はリソース吸収能力を持っているぞ。リソース吸収能力？ああ、周囲の空間神聖力を吸収する。ギガスシダが持っていたのと同じ性質だ。それとわずかにアドミニストレーターの真意を感じる。最高司祭様の。その上で、yes. この花がギガスシダーと同じ性質を持っているのならば、カセドラルシダーを生み出した者がこの花を作ったとは考えられませんか？なあ、俺も同意見だ。この花もアドミニストレーターと関わりがあるかもしれない。もしかしたらさっきの魔獣も。他にも魔獣がいるかもしれませんし。ああ、あの花について。それじゃあキリト、調べるとは言っても。そうだな。それなら養蜂場へ向かう。橋を先には。よし、じゃあ目的地はそこを目指して。ジェネレートルミナスエネルギー、ディスチャージ。さあ行くよ。行くぞ。行こうか。ジェネレートルミナスエレメント、ディスチャージ。任せろ。さあ始めよう。負ける気しないぜ。Okay, so having that map on the side really helps.
It's up there. I want to get it. Fine. Into this cave, then. I'll certainly find a way to get up there. ところで、of course, if we find the flower, we're gonna find the ジェネレートルミナセレメント。Enemies. Good. Okay, I had enough stuff. Progress on. Oh, save point.
It's down there. Kirito, あれって例の花と同じみたいだな。何かの実でしょうか。近くで見てみよう。I'm calling it spider. これって魔獣。実の中で魔獣が作られているみたいだ。Never mind. Generator Luminous Element. Discharge.Dead lion.
魔獣が生まれる身など聞いたことがあります。でもこれで一つ明らかになったこと。ああ、魔獣はあの花から生み出され、うん、地面の下で魔獣を育てているってのは、それを防ぐためには花を見つけて切っていく必要があるな。魔獣の発生もやはり最高司祭様の真意によるものなのでしょうか。ああ、そうだと思う。カーディナルさんは生への執着って言ってたっけ。そうだな。一体アドミニストレーターは何を企んでいるのか。何にせよ魔獣の出所が分かったのです。そうだな、王都からカーディナル。And get to the capital. すごい、なんだかとっても禍々しいわね。ふむ、確かにこの植物からアドミニストレーターの真意を感じるの。花とか植物とかみんなの認識がブレていてややこしいな。呼び名を統一した方が良くないか。それもそうだね。何か案はある？カセドラルシダーと同系列のものだろうし、シダーでいいんじゃないか。それじゃ意味が通じづらいんじゃない？シダーといっても木の見た目じゃないしね。そういえばそうか、難しいな。カラミティプラントはどうかしら。カラミティは最悪、プラントは植物を意味する英語。ああ、じゃなくて神聖語か。なるほど、意味は最悪の植物。それではこれをカラミティプラントと呼ぶことにしよう。具体的な術式まではわからんが、カラミティプラントを使って。それならこの花を切れば魔獣の発生を抑えられるのではない。うむ、そう考えてよいじゃろう。しかしアドミニストレーターの真意をまとっているのなら。いや、そうとも限らん。このカラミティプラントのまとう真意はキリトとユージオが二人の力を合わせセントラルカセドラル最上階で勝利をつかんだようにアドミニストレーターを倒すという強い真意が合わされば、このカラミティプラントを切れるかもしれん。キリトよ。ああ、やってみる。Destroy the calamity plant.
my dialogue starburst stream for this one. じゃとはいえ全員が先ほどのような真意を練り上げることは、ああ残念だが俺たち戦王騎士には難しいだ。たとえ最高司祭殿の悪意、心の底から最高司祭殿に対する。ではいや、お主と勇士は例外じゃ。お主らは右目の喪失という形で氷協会へ反逆する意志。たとえパイエティモジュール近畿目録に阻まれようと。そしてもう一つの例外が、リアルワールドから来たから。うむ、お主らはそもそもこの世界の法やギリトとの信頼関係も強いゆえに、カラミティプラント。それじゃあ俺たちだけでカラミティプラントを切る。そうするほかないじゃろ。その間聖号騎士には、ああ民の被害を食い止めるのは最優先だからな。だがそのためにも飛竜は騎士たちで使わせて。なあ、分かった。飛竜といえば以前おじさまが言っていたカセドラルから飛び立ったという人物。そいつがカラミティプラントを作ったのかもしれないな。分からんが関わっている可能性は高いだろうな。よし、俺たちはカラミティプラントを見つけて。ギリトたちがカラミティプラントを破壊している。でも入れないだろう。一体どうやって。過去術という、元老たちが近畿この術式を使えば過去を見る。そうじゃ、最上階に入る。それじゃあカセドラルし、俺たちはこのまま。待ちなさい。ああ、カラミティプラントの略だよ。なんか長いなと思って。大した長さではないでしょう。それぐらい略さずに呼んだらどうです。いや、何回か口に出してみたらやっぱり長くてさ。それにしてもどういう略よ。せっかくアスナがつけたセンスのいい名前が台無しじゃない。私は呼びやすいからカラントでいいと思うな。なんだかキリト君らしいし。まあ趣味が良いとは言えんが、この際名称などはどうでも良いこと。カラント、俺は気に入ったぜ。短い方が呼びやすいしな。Thank you。これだと申請後にさほど慣れてね、兵士やこの兵たちにも浸透しやすそうだ。おじさままで。Thank you, Unbark, Bricoli。だが、お前らがこのまま南帝国を進むってのは考えもんだ。それに魔獣やカラントの発生情報は今のところこの地域だけだ。闇雲に探すより住民の報告を待ってから進んだ方がいい。それもそうか。Oh, good. It does it for me. Yeah, to get to the capital is just save there and broadcast. I will split the administrator fight.
call it a separate part. It's just going to be instead of one big file, so I can upload to YouTube. So I'll upload the pretty much separating the administrator fight and beginning of chapter 2. Please fast travel to the other points. I want to do the side quest. Dago with the burger again. What do you want, huh? あの集団は何だ？修験学院の制服を着ている人もいるよ。おう、お前さんたちにはまだ話しなかったな。おじさま、一体彼らは何者なんですか？志願者だ。対策本部に協力し、一緒に魔獣討伐をくれる連中さ。本来は戦国騎士である俺たちを撃つべきなんだが、でも人手が足りなくてな。しかし中には学生もいるようです。念のため、志願者とは戦後立ち合いを行い、最低実力があるものだけを合格、協力何人か任せられそうな人員を確保はできたんだ。皆さんたちに魔獣指導を頼みたい。わかったよ。その人たちはどこにいるのかな？あっちの天幕の中だ。You say Ranya will be there. 修験学院の生徒か。わからない。それに、なんだか緊張するよ。まるで初めてそばつが。なあ、思い出すよな。うん。まあでも、緊張してる。わかった。Called it! 先輩。ユージオ先輩、キリト先輩。ティーゼミ、ロニエ、君たちだったのか。あ、おいさ。お二人ともセントラルカセドラルに囚われているのですか？なぜこの場にいらっしゃるのです？F? これにはいろいろと事情があって。よく、ご無事で。あ、ティーズ？幽霊なんかじゃないですよね。ユージオ先輩、ここにいますよね。For this, then what actually happened? 大丈夫だよ。War of Under- ここにいる。ごめんなさい。私たちのせい、先輩たちを犯してしまった。私、もう先輩に二度と会えなかったら。前にも言っただろう。ティーザたちのせいなんかじゃない。今は彼らだ。For the ones who did it, 僕たちは見ての通り無事だ。なあ、鎖で繋がれたこともあったけど、脱出したからな。先輩、心配をかけちゃってごめんね。ここまで来てくれ。ユージオ先輩、夢じゃない。キリト先輩、本当に良かったです。ずっと先輩のキリト先輩。ロニエ、苦しい。疲れた。ごめんなさい。大丈夫だ。二人ともよく来てくれたな。Stop squeezing the burger. ん？あれは？もしや。リーナ、ルテリーナ先輩。キリト、キリトなのか。リーナ先輩。キリト、本当にお前なのだな。幻や夢ではな。はい、確かですよ、リーナ先輩。まさかお前に会えるとは。一体なぜここにいる？すると長くなってしまうの。It involved murder, getting to the being arrested to the Axiom Church, killing the administrator, and yeah, we're here. して捕らえられましたが、
帝国騎士と剣を交える機会があり、剣の腕に関して褒められました。そのために魔獣が現れた緊急事態対策本部に協力することとなったんです。全てを話せば混乱してしまう。これだけ説明しよう。どうなのか、魔獣が人界をする今は緊急事態、あらゆる剣士が立ちようがある。お前ならば適任だな。しかし二度と会えないものかと思って。ご心配をおかけして、リーナ先輩。あの先輩は俺たちがされたと知っていたんですか。ああ、学院の後輩だのだ。お前というは近畿目録に染め人として氷協会に連行されたのだと。私はお前たちにような刑が言い渡されたのか。だが私は一回の騎士でしかない。氷協会を訪れることもできず、歯がゆい思いをしたものだよ。こうして元気な姿のお前に再び会えるなど思っても見なかった。俺もです。リーナ先輩にまた会えるなんて。あの先輩がここに来たということは、もしかして対策本部に協力してくれるんですか。ああ、私は帝国憲法会に出場した後、帝国の騎士団に入団した。しかし今魔獣発生事態に際して騎士団にも対策の協力要請が。人界を指を加えているようでは武術剣を磨いてきた意味がない。何よりの武術は皇帝に捧げるものではなく民に捧げるものだ。今日がその初日、対策本部への挨拶というわけだ。そうだった。先輩戦ってくれるなんて。ああ、どのような場所に配属されるか分からんがな。リーナ先輩。なんだ。禁忌目録に背き罪を犯した俺を責め、先輩がどんな話を聞かれたのか知らないですか。お前たちが何をしたのかは聞いた。さまざまな噂が飛びるが、その噂を合わせ真実が何であるか、お前や言う大切なものをために罪を負えなかったのだろう。はい。本当に大切なものは何か私に教えてくれ。責めるはずがない。誰かを守るためにお前の選んだ道を咎めなどしないよ。先輩。そしてお前、私の誇るために戦ってくれた時と同じように、今度はお前の父になりたいと思うよ。ありがとうございます先輩。私はお前と離れているうちも、学卒業してからも先輩の流を笑われることはあった。だが私、自分の流儀に誇りを持ち続けることができたんだ。あれからも研鑽を重ねた。セルルト流の剣を再びお前に見てほしい。ハイブリッド with the Iron Crest。 何より私はお前と剣を交え本当に無事であると知りてくれるか。もちろんです。はい。 Oh, okayPlease let this be an actual duel. よろしくお願いします。ああ、全力で来て。あれは俺のことは気にせず続けてくれ。たまたま通りかかっただけだからな。お二人さんの戦い。ベルクーリ様。ああ、俺たちの。 Please let me fight in this one, please. Aww. 相変わらずお前の剣は魅力的だな、キリト。さらなる成長を感じたぞ。リーナ先輩、やっぱりそなれると勝ち目がと思いましたよ。お前と剣を交えることができて嬉しいよ。はい、先輩。見事だったぞ、ソルティリーナにキリト。お褒めに預かり光栄です。そんじゃ、お前さんは当面はキリトと組になってこう。そんな、良いのですか。おう、お前たちの剣は随分と相性が良さ。ありがとうございます、ベルクーリ様。再びお前と共に戦えるなど。俺もです、先輩。ベルクーリさんは最初からリーナ先輩の実力を見るつもりだ。キリト。先輩。先輩が俺の方に。少し痩せたのではないか。いえ、そんなことはない。
そうか、本当にまた会えてよかった。これからも私お前の剣をもっと知っていきたいよ。ありがとうございます。俺もまた先輩と一緒に戦えるなんて嬉しいです。そうだ、先輩をみんなに紹介しよう。これから一緒に戦うことになるんだから、問題はアルワールドのことをどうするかだ。先輩に紹介したい人たちがいるんです。私に？はい、俺を助けるためにここへ来てくれた友人たちです。友人たち？ユージオと同じルーリットの村に住む者たちか？Not quite. ルーリットではない別の土地から来てくれました。別の土地？それはどこだ？ここまで突っ込まれると想定して、別の地名を言ったり変なごまかし方をする方が、リアルワールドと呼ばれるところです。リアルワールド？聞いたことがないな。やばい、マスかったか。そんな場所からお前を助けに来るとは。お前はやはり人に愛される性分。あ、いえ、そんなことはない。いますか？ Yes. お前らしいよ。ぜひともお前の友人に会ってくれ。よかった、妙だと思わず納得みたいだ。すっごい美人さんね。なんだか大人の色気が感じられます。Introduction to Lina。 この人はソルティリーナ・セルルト先輩、通称歩く戦術ソーラン。主席？すごい。さて何から話す？お兄ちゃんとこの方のご関係は？俺はリーナ先輩の身の回りの世話をするそば好き生徒だったんだ。ああ、キリトが何から何まで私の面倒を見てくれてな。知らぬところは何？イビシン。そうですね、俺は先輩の部屋の掃除だとか。ちょっと、なんで私たちにまで敬語になってるのよ。焦った。ソルティリーナさん、キリト君が在学中いろいろご迷惑をおかけしました。迷惑などかけられたことは、まあ来た時は大事な稽古に遅刻か。なんだかあんたらしいわね。なこんなすごい人に厳しく鍛えてもらえてよかったね、キリト。ああ、ミス先輩のそばつきに慣れてら。別の意味でも幸運だったって思ってるんじゃないの？ This Eventually I'll have to get all the achievements for 100% of them. いや、そういうのはない。私も非常に幸運だったよ。キリトは私が卒業する際、私の好きな花を。Oh, no. 花は西帝国にしか咲かないものだというのに、思わず舐めたよ。And their reaction? 憎い演出。私も多分それ咲いちゃいます。Of course, that's a good reaction. なんだかあんたらしいというか、やっぱり彼らしいというか。I knew it. 違う、そんなやましい。はい。素晴らしい指定愛ですね。スナ、目が笑ってない。ソルテリーナさんは対策本部に入って一緒に戦ってくださるんですか？まあ、ベルからキリトと組むようになられた。ここにいる皆は危機に落ちたを助けるためのようにキリトより伺っている。各月は皆より短いが、また何かといたところもあるかとは思うが、よろしく頼む。こちらこそ、そんなすごい方に協力して。本当に先輩が対策本部に来てくれて嬉しい。そんな堅苦しくなる。これとは先輩後輩という立場ではなくなる、うん、つまりいい関係ということに。先輩などという壁は。Are you hinting at something? 新しい関係。そうだ。
私、お前と共に関係を築くのを楽しみにしている。なんなら、リーナと呼び捨てでもいいのだぞ。キリト君？先輩です。呼び捨てでなんて呼べませんよ。そうか。それは残念だ。だが、呼び関係がないからな。さらに深い絆を行こう。キリト君、後でゆっくり話そうか。いや、アスナ、バイトは何も。はあ、罪作りな男ね、キリト。あがってのって感じ。強敵。I met the pages yet. I'm just kidding. まったく、いつまで経ってもかね。この不穏な空気、一体これからどうなるのだ。どうかよろしくお願いします、リーナ先輩。さてと、うん、それと、そうだ、I can imagine Yujiro and Klein and Iga interacting with each other in here. ところで、Yes! Multiplayer is unlocked!I think this is a perfect time to end it here. Well, let me go find the save point first. About to end it here. It's been so fun just beating the administrator, unlocking dual wielding, more side quests. Of course, main thing to unlock multiplayer. But I'll see you guys next time on the next part, whenever that may be. Well, once the saving goes to the stuff, I'll end it there. I'll see you guys next time.